先輩の交渉欲しいんだよね、うん、第2ボタン欲しいんだよねって言ったら、うん、みんなにえっみたいな、ねでみんなめっちゃ汚く食べるで、あのエッチの前なんかすげえ汚いやついなくないですか。で皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は対談動画ということで、自己紹介をお願いします。はい、あと120キロから57キロいんでーす。すごい。LGBTQ の啓蒙活動しながらコンビニのオーナーとして頑張ってます。はい、はいね、今日は、トタさんからインスタのリールコラボしようということで連絡いただいて、その撮影をしたので、ぜひそっちのリールも見ていただけたらと思います。もともとね、見てて声かけて連絡来て、わ嬉しいってね、言ったもんね。いや初めから、ね、初めなんか、誰だろうって急に、ね、フォロワー数もすごいし、急になんか、そんな嘘でしょって初め思ったんですよ。嬉しかった。別に本当に見てたから。嬉しいんですよ。めっちゃ勇気もらってた。まあ、同じね、マイノリティだから、うん、なんか自分がこう辛い時あるじゃん、やっぱり、うん、辛い時に見ると、いやマコちゃんこんなに頑張ってるしって思う、なんか支えに本当になってた。嬉しい。トタ、うん、さんゲイなんですよね。そう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 。男の子が好き。そう。それは、うん、いつから気づきました？なんかもともとなんか男の子好きだなみたいな感覚あったけど、うん、こうちっちゃい時ってさ、うん、そのラブとかさ、ライクの差ってわからないじゃん。うん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 。なんかキスしたいとかそういうのないじゃん、ちっちゃい頃って。うんうん、ただ普通に憧れの男の子みたいな感じで見てるのかなって自分では思ったんだけど、うん、一番はっきりとこう分かったのが中2の時の卒業式に、うん、なんかそのかっこいい先輩がいて、うん、校長とか第二ボタン欲しいって思って、はい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 、それを周りの男の友達に言ったのよ、うん、でも何々先輩の校長欲しいんだよね、うん、第二ボタン欲しいんだよねって言ったら、みんなにえっみたいな、でみんながさ好きってさ普段言ってるのって、うん、憧れの意味が好きだったの。なるほど。だから何々先輩俺好きなんだよねって普通に言うじゃん。その好きが自分みたいなラブじゃなくて、なりたいとか、野球部だったんだけど、うん、野球上手い先輩がいるから僕もあの先輩みたいになりたいだったのが、自分はそうじゃなくて、うん、あの人と付き合いたいみたいな感覚だったんだなってその時に気づいてって感じ。へえ、そこから、うん、彼氏になるんですか、言い方は。パートナー、彼氏、うん、彼氏はできたことありますか。彼氏あるある。初めての彼氏はいつですか。初めての彼氏いつだろう、23かな。自分からなんか、ね、アプリでうちらは出会うの。あ、そのか専用の。そう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 、うちら専用のアプリがあって、ミクシーわかる。あ、送ります。メンズミクシーっていうのがあって、そのバージョンの、うん、でなんか登録制で、うん、登録したりしかできないから、うん、周りの人見えないじゃん、女性だったりとか、うんうんうん、ストレートの人見えないから、うん、それでなんか日記書いて、そこで出会うみたいな、そこで出会った人最初。どういう人がタイプですか。どういう人。トリプル A のニッシーが好きです。大好きです。憧れです。可愛い系。かわいい系っていうか、なんかニッシーさんだけが特別なのはなんでかって言ったら、まあガチで言うと、うん、初めてライブを見に行った時に、うん、まあ、年齢そんな変わんないで、まあ、3公演ぐらいの人がなんか、うんうんうん、武道館っていう大きい舞台で、うん、なんかこう1万人っていう人を感動、うん、彼が出るだけでみんなわーってなるじゃん、うん、けど自分なんて同じ年代なのに、うん、普通にこうただ見てるだけで、うん、一傍観者として見てる自分が、うん、なんか情けないっていうか、うん、なんかライバル視を感じて、うん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 、でそれが憧れになって、うん、自分はあんな風になってみたい、うん、が好きになったみたいな感じ。じゃあずっとニッシーさんを追いかけて。そうそうそう、めっちゃ追いかけてる。じゃあなんかこう、うん、握手会みたいなのってあるんですか。行ったよこの間。2秒2秒マジで。お金のこと言うと何なんですが、うん、1万円で2秒です。写真あり。写真なしです。あ、そんなあるわけないじゃん。こうタッチそんなんじゃない。ええあれダメね本当に。いやなんかあの批判とか全然する気ないけど、もうちょい触らしてそのために並んでたのよ私みたいな。違うの、冬だったのよ、うん、その握手会が、うん、冬でさセキュリティやっぱり厳しいじゃん、うんうんうん、でなんか荷物
さあここに置いてくださいみたいな、うん、荷物を置いてきます、うん、で上着も脱いでくださいってなって、うん、上着も脱ぎます、うん、手まくってください、アクセサリー全部外してください、ってなってく間に気づいたらニッチーさんが目の前にいて心の準備もないままみたいな、これで終わり、もうちょいね早く行ってほしかった、あの脱ぐとか、確かにアクセサリー外すとか言ってくれたら心の準備できるけど、うん、目の前に来てありがとうって言われて終わったでも忘れられない、でもそのありがとうがずっと耳に残る、ありがとうそれで終わり、今はいらっしゃいます、うん、彼氏ないです、募集してます、見てる人ぜひもらってください、かわいい、でもさ、どういう人がさタイプ、譲れないものある、いや、なんかあります、なになになに、清潔感、何清潔感ってすごい抽象的じゃんお風呂入るとかお風呂入るの普通よ、普通よ、そんなの歯磨くとかどこで判断するの、会った時もうだから会わないとそんな話ってしないじゃないですか、そもそも、うん、だってそうだと思ってるから、でも例えばその行為をする前とかに、うん、好きだね、あんたさっきから恋しか出てこないけど大丈夫じゃない、性欲強めの女みたいな強いかもしれないでもお風呂入るのが私当たり前って思うんですよ、うん、やる前ね、そうで、だって私もそうじゃないと触ってほしくない、いや、そうでもね、意外と汚いものやるの興奮するから、でもそういうプレイもあるよ、お互いがどっちもできるんだったらいいですよ、うん、だから私も汚くても大丈夫、相手も汚くても大丈夫だったらいいんですけど、例えば相手は私汚いのダメ、自分は汚いの OK っていうその感じは嫌だ、あ、そういうことね、うん、そのなんか気分で、まあ、今日は確かに汚くてもいける、興奮してるっていう時もあるじゃないですか、でそれをいや今日は洗ってほしいなっていう時もあったら、なんかちゃんと、あ、入ってくるよっていう、まあ、前提入るくらいいいんですけど、まあね、まあね、とか、やっぱちょっと歯、ちゃんと歯磨く人とか、当たり前のことが当たり前にしてほしいって感じ、そう、なんかそれはちょっとやっぱ譲れないって思った、なんか仮にこう、付き合ってるだけだったらいいけど一緒に暮らしていくってなった時に、なんかだったらあれじゃない、洗濯物とかもそうじゃない、洗わない人もいるじゃん、中には、え、なんか一回来ます、でもこれ一回来たら絶対洗いたいの、あ、もう結構清潔なんだよ、でもこれを何回も着回す人もいるじゃん、それはどう、いや、時と場合、なんかえ、だってさ、ジーパンとかもさ、あ、ジーパンし足洗っちゃう人なんですよね、でも洗っちゃう、ね、でもさ、1週間履く人だっているじゃん、世の中には、それは NG、 うん、でもなんかほら、ジーパンって本当洗わない方がいいっていうヴィンテージのものとか、なんかそれは理解できて、臭くないんだったら理解できます、でもなんか例えば焼肉行った後なのにそれを洗わないとかはちょっと違う、なんか自分も全部洗ってほしいわ、基本はなんかそういう清潔レベルがまず一緒じゃないと一緒には暮らせないんだなっていうのが基準、うん、とあとは食べ方汚い人は嫌だ、え、どういうこと、食べ方汚い人ってこう、むさぼるように、そんな人いる世の中に、ワンピースの世界でもそんな早くないだと、ね、そう見えちゃうんですよ、なんかそれあれなんだよ、骨付き肉のこういうイメージでしょ、こういうね、なんか口拭いたこのナプキンとかみたいな、なんかいないでしょどこで出会ったのか、聞いたことないですけどね、いるそんなむさぼるように、すげえじゃんだって、もはやポークとか使わないけど、すげえじゃないですけど、マコナプキンなんかなんかもうだから早食いがそう見えるんだと思うんですけど、休憩がないからだってさ前提両手使うよね、両手の人はあんまりいない世の中で、ナイフと方向今いるそんな人、フォーク、え、ナイフで行くのもう刺してるってことですから、肉刺してこのままの人ってことなんかそうじゃないけどそう見えるんですよ、あとこう、あと錯覚ね、もうね、それね、くちゃおんする人とかね、え、何くちゃくちゃの、います、そんな人、います、聞いたことないですよ、いや両手で行くはないですけど、で早食いだからそう見える、早食いどのレベル、え、お風呂入らない、めっちゃ汚く食べる、で、あのエッチの前なんかすげえ汚いやついなくないですか、で焼肉行ったり、そう、どっか行っても洋服洗わないやつ、もう
すげえやべえ。元彼全員そういう人なんかなみたいな。基本的にだから全員大丈夫ということですね。ある程度の人はいけると。そう、基本的にはそういうレベルが、まあ、一番まずポイントとしてあるけど。最低レベルね。そうです。でもあとなんかこう引かれるところは。え？ここに引かれるみたいな。引かれるのは。私尊敬できる人じゃないと多分惹かれないから、なんか私の知らない知識をくれる人、知らない。それは何、ちなみに。え、別に職業でもいいです。なんか私がやったことない、コンビニ店員、コンビニ店員じゃない。バカにしましたよ、バカにしたの。怖いわ、なんかさりげなくディスってきたんだけど。今日ここカットする。コンビニ今3万人ぐらいの人を今敵に回して。コンビニのシステムって分からないじゃないですか。だからその裏の話とか、こういう風に導入されてる。でもさ、あんまり食いすぎるのうざくない？いや、全然知らないことのさ、ずっと家に話してる人、自分無理なんだけど。え、でも私すごい興味持つ人なんで。本当に？うん。パソコンとかもさ、永遠にさ、なんかこのネジの部分がとかいうのも聞いちゃうタイプ？ああ。そういうのうざく、なんか概略ならいいよ。ちょっとしたことならいいけど。例えばまあ車椅子のことを説明するように、このタイヤがさとか言われたら、あ、そこまではいいかなと思うじゃんだけど。僕でも聞きたいです。聞きたい。嘘、え、このマークの意味はとか。はい、聞きたい。嘘でしょ。全部教えてほしい。やばいね。聞きたいんですよ。全然ないわ。じゃあなんかそういう、だから自分の知らないことを私は知りたいタイプなんで、なんかそういうのをこう常日頃。頭がいい人。ああ、でもそれもあるかもしれないですね。別に勉強ができるっていうよりは、うん、なんかこう生活能力があるというか。特化してる人じゃない。じゃん、何かに特化して頑張ってる人ってことじゃない。夢を持って頑張ってる。結局それがすごいさ。あ、でもそう、なんでこう向上心がある人が好きです。うん、なーなーで生きてるのは。いきなりハードル上がってきたの。でも、え、なんかやっぱそれがいないって言われるんですよね。向上心ない人ってあんまり。そうそうそう、レアよ。なんでみんな向上心ないのさ。いや、でも多いですよね。多い多い。言われるよ。ちなみに。何目標なんですか今。向上心の塊で。結構ハードル高いよねって。だから日誌に会うために、じゃあ何をするかっていろいろ SNS やるとか、そう、頑張って自分が有名になってとかっていうのもいいですけど、なんかただただ日誌に会いたい、日誌に会いたい、何もやってないのはちょっと嫌だ。例えば塾が日誌さんに会いたいだったら、うん、じゃあそれするためにはこれ必要だな、これしようかなみたいな感じ。そうです、そうです。私はだから鈴木亮平さんとキスシーンを求めたいから、いいね、じゃあそういう風なタレントになれるように有名になって、なんかドラマ出てキスシーンを絶対興奮するもんだな、ね、でもさ、日清さんの PV とかのそういうシーン出てみたいな。ちょっと LGBTQ で作りませんってすごい思うの。あ、それ出るよっていう。そで、キスシーンありの。そうそう、あのキスシーンっていうのはヘッドシーンだっけ。あ、そんなキスシーンなんか生ぬるいもんじゃない。生ぬるい。全然あの脱ぐの OK なんで、そのために一回もまだ脱いだことないから、あの公やけな場では PV に合わせて鍛える。ね、痩せた体を。そうそうそう、ギャラとかマジでいらないから。私はキスシーンできるんだったら0円でいいな。もうそれがもう100万ぐらいの価値だもんね。もう一生夢に出てくる、ね、忘れらんないよね、そんなこと。いや、その可能性あるからね、頑張れるよね。ぜひよろしくお願いします。 SNS 見てれば。鈴木亮平さん見てれば。すごい夢だね。大丈夫、夢。なんかこんな、なんかマイノリティのことをさ、頑張っていきましょうとか言ってる体で、まさかの本当は男に会いたいって。いや、最終目標。そうですよって、まあ、女ですもん。そんなもんよね。そうそう、お互いね。なんかそういうのが一番こう強く頑張れる大事さ。LGBTQ の人にちょっとこう、まあ、真面目な話聞きたいなっていうのが一個あって。私たちの中で、まあ、車椅子の中の人たち問題になってるので、例えばトイレなんですよ、うん、世の中にあるバリアフリートイレ、うん、で今 LGBTQ の人もどうぞってなってるじゃないですか、うん、他のジャンルの人もいっぱい使うバリアフリートイレで、赤ちゃんも使うし、うん、でも個数が圧倒的に少ないんですよ、うん、で私たちの場合はそこしか広さ的に入れない、個室に扉が狭いから、そもそももう使用することさえもできないんですよね。で、まあでも別に LGBTQ の人使わないでって言ってるわけじゃなくて、LGBTQ の人はでも使えるっちゃ使えるじゃないですか、個室を。だからそこってなんかどう思ってるのかなってすごい。